ドン・マロ・トウ・ゴ・グライ・グイ。何事も恐れず、ビッグに惹かれる。よし、最後のゴースト、やっつけましょう。探してみます。俺の部屋を乱してしまった。もう最後はオールスターで来たが、オールスターというか、まあ、フルメンバーってやつね。マローズゴーストどうやって倒す？わからん。サイレンスで仕留めるということにして、はい、ディープフリーズを使おう。まあ、ローズゴーストどんな特徴があるのか。で、サイレンスをもう嫌というほどかけてあげましょう。ところは隠れて、サイレンス。開始。ああ、ディープフリーズ失敗。なぜ失敗する？フェアリーさっきから呪文失敗しまくってんな。よし、とりあえず沈黙。だけどなんか呪文以外で使ってきたら怖いな。どんな攻撃してくるんだろう。デッドリーポイズン。ああ、呪文は効きませんよ。サイレンス思いっきり封じたから、あとはもうどうしようか。ゾンビガードから先に倒していくっていう作戦でいこうか。やっぱ確実に倒すには、なんかもう動きを封じるよりはディープフリーズを打ちまくった方がいいんじゃないか。ディープフリーズよりは、さっきのエナジーブラストじゃなくて ニュークリアブラスト。ニュークリアブラストを使っちゃえ。でもな、これでは倒しきれないんだよね。倒しきれないから、普通に攻撃をしてみる。ところは隠れて、呪文。どうする？ヘイストはなかったっけ？ヘイストはないんだ。エナジーブラストで、まあ、ローズゴーストを攻めてみる。あ、違う。ムークは、ブレスも唱えとかないとね。戦闘開始。フェイリア、ニュークラブ、ブラスト。失敗しないけど。失敗しないのにダメージ与えられないパターンだ。ダメージ与えられないパターンが来た。なんだろう、パワーレベルは関係ないし、たまに失敗するってことかな。なんだろう、意味がわかんない。マローズゴースト泣いたけど声が出ません。この謎の失敗がちょっとね、気になるね。ニュークリアブラスト、さっきは成功したのに今回失敗したってのはなぜなんだ？あ、そういえばエルフも強力な呪文持ってなかったっけ？全体攻撃呪文。今度エルフにやらせてみよう。ニュークリアブラストは今回唱えずに、素直にディープフリーズでマローズゴーストにかける。
そしてドワーフは、まあ、普通にちょっと攻撃をして、アポロなぜ隠れていない。でエルフが何だろう、全体攻撃呪文のワードオブデス、ん、これはダメージ与える呪文かな。ちょっとワードオブデス唱えてみる。パール3が限界です。でムークは攻撃だね。戦闘開始。あー、ディープフリーズ失敗してる。なぜ、なぜだ。フェアリー、フェアリーマジックポイントいっぱいあるけど、自分失敗し、失敗しまくりですよ。そうこうしてるうちに今度ドラゴンがピンチになってるし、なんかヒットポイントね。マローズゴースト、マローズ、え、なんだっけ、マローだっけ何ゴーストだっけこれ、マローズゴーストか。呪文を封じてるうちはいいけど、ワードオブデスどうだ。お、今度当たった。ダメージは弱い。あ、効き目ない、効き目ない。え、当たったり当たらなかったり、なんだろう。さっきのニュークリアブラストもたまたま敵の抵抗で防がれたってだけなのかな。あー、ドラコンが、ドラコンが死ぬ。どうする。もうワードオブデスは打てない。うわ、打てるけどどうしようか。なんか全然倒せないんだけど。頭痛いぜ。隠れよう。で呪文、ニュークリアブラスト、じゃあもう一回打ってみよう。なんかもうダメ元でたまたま失敗したということにして、呪文ヒールーンズでドラコンを回復。アポロは隠れて、でエルフもう一回さっきのワードオブデスを打ってみよう。それからムークもヒールーンズでドラコン戦闘開始。さあニュークレイブラスト、お、効いてる効いてる、今度効いてる。当たればでかい。ワードオブデスよりも強力だ。お、なんだなんだ、聞いてるよ。さっき聞かなかったら何だったんだって。抵抗されてるわけじゃないんだよね。マローズゴーストにもきっちり当たりました。あとはワードオブデスで、あれ、え、何が起こった。あ、ヒールウンズか今は黄色かったから、あれ、ワードオブデス打ったのか。あ、違う、打ってないんだ、ヒールウンズだ。で、エルフは今ムカついて、ワードオブデス打てなかったという感じだね。呪文の色は黄色、文字の色は黄色いから、なんか混同してしまった。はい。ニュークリアブラストが効いてくれた。よし。ならば、フェアリーの逆襲だ。もう一丁ニュークリアブラスト。ドワーフ攻撃。エルフはエナジーブラスト打っちゃおう。攻撃戦闘開始。ドワーフはブーストマスターでついた頭痛の中に、いやいや、ニュークリアブラスト効くね、効くんだよニュークリアブラストは。
きめな足、マローズゴーストだけ残っております。エルフのエナジーブラスト、効き目ない。アーマーベルト、変な呪文使ってくるな、マローズゴーストは。さあドラゴンで行ってくれそうな気がするけど、攻撃隠れて攻撃、もう敵も瀕死の状態だと思うので、こちらの攻撃さえ当たれば倒せるんじゃないかと。当たりました。クォータースタッフではやっぱり倒せません。ドワーフはビーストマスターについた。ああダメだ、僕はハルバードでついた。ダメです。ドワーフはビーストマスター、ダメです。全然ダメ、全然ダメだ、ビーストマスター。フェアリーは攻撃はしない。せっかく楽器をもらったので、なんか楽器を使ってみよう。デビルズパイプ、悪魔に、悪魔じゃない、幽霊に対してデビルズパイプを使ってみる。アポロの攻撃でいけそうだな、なんか。それか、ムークの攻撃でいけるか。フェアリーはデビルズパイプを演奏した。マローズゴーストは弱められた。ドラゴンはステーブルセルフリーをついた。貫通しない。貫通しない。デッドリーポイズンとなってきた。アポロはムカついてどうしようもない。ああ。ドアハビースマスターを振るったが、当たらない。エルファクォータースタッフ、叩いたが、貫通。ダメだ。倒せない。ムークはハルバーでついた。どうにダメージ、足にダメージに。なに？ドラゴンのハンマーどうだ？ハンマーダメです。ここに来てスキルが低いのはあだになっています。参ったな、しょうがないな。フェアリーの攻撃でいける。フェアリーが今一番頼りになりそうな気がする。戦闘開始。ドラゴンは加減これで。フェアリーはナイトスティックで不意をついた。ドインダメージ16。よし、さすがフェアリーっていうか、やっぱり両手装備したら強そうな気がしてきた。マスタードメイス？ああ、新しい武器だね。ちょっと、ドワーフあたりに持たせて。何、マスタードメイスしか落とさないの？これでもう全部見るとか見たんだよね。ってことは帰るだけか。あれ？合ってる？合ってるね。亡者の島の墓、地下の墓はすべて見て回りました。収穫としてはサイレンの書を得たということだよね。得たというか、そこで情報をね、ヒントを見つけることができたという感じだけど、する、じゃあ、まあサイレンの書のヒントを覚えておき、おいて、イカダに乗ってみようか。いよいよ門の外の水面には大きな板で作られたイカダが浮かんでいた。そして頑丈そうな鋼鉄製のケーブルが壁から伸びて、イカダのクランク付き巻き上げ機につながっていた。イカダに乗ってクランクを回す。
いかだを放っておく。じゃあここでもうね、いかだに乗っていくしかありません。いかだに乗り、ケーブルを引き出すようにクランクを回すと、いかだゆっくりと下流に向かって動き始めた。もう動いてます。